はい、どうも、ワドツです。今日は2019年の3月の22日、12時37分です。よろしくお願いします。まいったね。うまくいかねえな。なかなかうまくいかねえな、おい。どうしてもね、パカ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 、多分なんだけど、マシンスペックは追いついてないんだよね。はい、おはよう。これあかん。悔しいな。でけえな、やっぱり。ありがとう。花火ありがとう。オナニー込め連投は気の毒としか言いようがない。悪くない。ありがとうね、アイテム。悪くないっていうのはどういうことだろう。映像がってこと？映像が悪くないってこと？悪くないっていうかね、黒巻が抜けないんだよね。ありがとね、花火。待って、こんな感じか。もうピカ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 しちゃうのよ。ソフトバンク PC なんか検証するにもスペックがいりますね。どっちでしょう、何が原因か分かんなくて。今日コメント流れない？嘘。テストって書いてみて。コメント流れるはずだけど。テストって書いてみて。流れない？流れるはずだよ。そのグリーンで抜けてないところが多いよね。出ない？表示されない？あれ？なんで？なんで出ないんだ？コメント。ん？ん？ああ、ありがとう、花火。あれ出ないね。なんだろう。なんで？確かにコメント出てない。なんで？なんでコメント出ないんだ？あれ？みんなテストって書いてもう一回。あれ？どうしよう。テスト書いて。なんで表示されないんだ、今度。なんで？なんかバグった。れ？ツイキャスの方が出ないの？ツイキャスは出てないんだ。ツイキャスもう一回テストって書いて。ありがとう、ワドツー。ツイキャスだけ出てないね。なんでなんだろう。俺の方でも出んのかな。あ、出るじゃん。出た。ありがとう、出た。あって出た。途中まではね、できたんだけど、テスト出たね。大丈夫だね。
これじゃ表現にならないよ。ありがとう、花火ありがとう。出たね。花火ありがとう。PC ありがとう。ありがとう。いやー、つらたんだよ。表現ができないっていうのはね。これでパソコンがいらねえって、50万のパソコンいらないっていうやつ、答えてくんないんだよね。なんでなんだろう。こっちの映像は綺麗に作ることはできたから、これはこれでいいと思うんだけどね。この前の素材より赤を強くしたんだよね。星の瞬きが綺麗なんだよ。チカ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 って。いいよね。なんかでもカクカクカクってなってるよね。もっと具体的にこの PC なら編集できるとか教えてほしい。この PC ならっていうよりも、この PC なら、PC の型番ってこと？ PC がで買うと何ができるかってこと？どっち？何をリスナーさんに伝えればいいの？どういうことだろう？ああ、そう。いや、多分なんだけど、お前、ワドを50万の PC 買うの悔しいってことをずっと言ってんのよ。もう、だから、分かってないから叩けんのよ。要は、お前にパソコン、50万のパソコンなんて、お前に持って欲しくないっていうことだけ言ってんの、彼らは。それならそう言えばいいじゃん。俺は、ああ、そうなんだ、嫉妬なんだね、で受け入れるからさ、全然。だけど、具体的なことなんてないんだよ、彼らには。俺が50万の PC 持って欲しくないっていうことだけなのよ。だからそこが厄介なんだよね。要は自分に正直じゃないから、正直に言えばいいじゃん。いや、お前みたいな小じきに50万なんて大金だよって。でもってさ、結局さ、映画も作って欲しくない、悔しいとか、そういうことだと思うんだよ。だって映像やってる人は全員必要だって言うんだよ。全員100%。いや、どう考えてもマストで必要でしょうっていう。まあ実際必要なわけだからね。で、代替案があるんだったら全然それはいいんだけど、結局いい思いしてくれ、欲しくないっていうのが動機だから。だからそこに付き合わされてどうなのかっていう。別にいいんだけど、放送だから嫉妬する分には気持ち分かんなくないし。だからどの PC が編集できるとそういうことじゃなくて、 iPhone で撮れって言ってんのと同じ理屈なんだよ、彼らは。 iPhone で撮れっていう。50万の現金が俺は別に必要ないんだよね、逆に言うと。別に金が欲しいんじゃないんだよ。なんだろうね。金が欲しいと思われてんだけど、別にそこじゃなくてね、やりたいことをやるためのものが欲しいだけであって、道具が。そこがね、なんか、うまく伝わらないところなんだよね。別に生活豊かにしたいとか、なんか女にモテたいとか、そういうのないもん、俺。全くない。キャバクラも風俗も行かないしさ。キャバクラ風俗行かないでしょ。で、女に貢いだりとかもしないじゃん。だから、その辺があれなんだろうな。異常なんだろうな、多分。普通の人に比べて。
通何かしらモチベーションあるもんね。全くないもん俺。まあ現金が欲しい人は全然現金でいいんだろうけど、俺は手段が欲しいんだよね、手段が。達成したことがないってどういうこと？そう、なんかそれもよく分かんなくて、なんていうのかな、達成したことがない、達成したことがない、いや叩きたいだけなんだと思うよ。達成してるかどうかとかじゃないと思うんだけどな。達成してないとしても関係ないしね。企画俺やりまくってるわけじゃん。配信で飯食うっていうのも達成してるし、ポチ M のやつともやってるし、山手線一周だって高尾山だってやってるし、だから結局、そのアンチの言い分に飲まれてもダメでしょ。やることやってるよ、俺。やることやってるよ。だし、辞めるっていう時はちゃんと報告してるもん、俺。だから結局ね、周りの人がネガティブキャンペーンするのも良くないんだよ、そういうのも。だからそういう風にキャラ付けされてるからやりづらいよね。じゃあ、他のやつが何か達成したのかって言ったら別に達成してなくない？そんな揚げ足取りしてんだったら。と思うけどな。弾丸塾だってちゃんとやったしね。はい、こんにちは。そう。だから、ないがしろにされすぎだとは思うよ。自分で。正直。な、叩くための、なんか、無理やりこじつけてるようにしか見えないかな、俺は。なんかメッセージ来た。俺だから一回びっくりしたのが、ドクター M さんの写真撮ってアップロードしたじゃん。で、アンチコメみたいなさ、こんなの素人でも撮れるよっていうやつがツイッターで現れたの。ツイッターで現れたのよ。で、そいつカメラやってるやつだったのね。おい、びっくりしたよ。そいつのツイート見てみたの。写真いっぱい上げてるの。下からヘリコプターで撮ってるだけの。飛行機と。もうみんな爆笑するレベルだよ。お前より上手いわっていう。もうオートで下からこんな小さいヘリコプターとかを下からただ撮ってるだけの。だから病気なんだよ、本当に。だからさ、その作品叩くやついてもさ、作品出すやついないじゃん。いや、俺さすがに引いたもん。お前、これでお前俺の写真叩いてんの？みたいな。だからさ、写真見せてよって言ったら絶対あげないでしょ、URL とか。いや、そんな奴らばっかりだよ。要は、出来もしないのに、叩くのよ。要はね、ドクター M さん撮れて羨ましいって言えばいいのに、綺麗な女の人とコラボしてタダで撮れて羨ましいって本音を言えば伝わるのに、自分が写真下手、なんつうの？それが歪んで出るのよ。そういうリスナーって。
いや、お前なんて下手だよって、自分のこと全く他人に置いてプロ目線で言うのよ。逆にプロの人とか叩かないもん。写真上手い人とか、頑張ってるねとか、なんかできることあったら協力するよとか、そんな人ばっかり。だからボクシングもそうじゃん。できる人は叩かない。そう、だからルサンチマンなんだよ、ドレさんの言うところの。嫉妬で、嫉妬を歪んで叩いてるの。だからその写真見たら、ほんとみんな、さすがにこれはないわって言うよ。プロのカメラマンっていうか、映像にしろ、ボクシングにしろ、何にしろ、同業で最前線で結果出してる人って、その人の苦労がわかるわけじゃん。その一個企画を達成することの難しさとか。だから、具体的に叩ける人ってプロなのよ。ここの構図がこうで、こうなったらこうなって、ここのシャッタースピードをって、具体的にアドバイスできるの。なんで俺のアンチが抽象的に叩くかっていうと、こんなのプロだったらこんなことしない？どうやってやるの？答えられない。知らないから。だからいつもそうじゃん。俺が質問1個でもしたら、叩きっぱなしで終わりじゃん。いや、アドバイス絶対してくれる。ここのシャッタースピードこうしなとか、ジャブとかこのイメージで返しなとか、動画送ってくれるもん。アキエってやつ覚えてる？俺、言わなかったんだけど、アキエがさ、ずーっとさ、なんかパソコンが粘着がとか言ってたけど、もうほんと、アキエ大嫌いだったの。俺、もう晒すわ。もう超笑うよ、アキエってやつ。配信外で、ずーっとシカトしてたんだけど、気持ち悪いよ、はっきり言って。こんなんだよ。こんなん。これ、アキエなんだけど、ボクシングのことを本人やりもしないので、こいつボクシングとか知らないんだよ。こんなに送ってくんだよ。ボクシングの左右の割合は、ジャブの手が左手とか。で、こいつボクシングやったことないんだよ。笑うでしょ、本当に。気持ち悪いでしょ。で、結局、映画のことを明恵が叩いてるのは、これをシカトされたからなんだよ。やばいでしょ。こいつボクシングやったことないんだよ。病気でしょ。引くだろ。いや、もう、こういうやつが俺のこと叩いてんのよ。LINE じゃない、DM。そう。で、言う通りにしたが、で、この文章の中に僕のことをアンチしないでくださいとか、こいつ書いてんのよ。病気だろ？で、本人は小説家だって言ってんのよ。頭おかしいよ、本当に。でもさ、あんな奴らのさ、まともに聞いちゃう人もいるわけじゃん。本当だよ、やってから言えよっていう。うっぜえ、マジで。てこういうの我慢してるんだよ、俺。ずーっと。花火一発も投げたことない。アイテム投げたことない。それでも私の言うこと聞け。囲え。で、本人の写真とか見たら、本人写真下手くそ。ボクシングもやったことありません。でもアドバイスさせろ。アイテムは投げません。叩きます。なんだそれでしょ。なんだそれでしょ。バカじゃねえの。いや、明恵だけじゃないかんね。こんなんいっぱい来っかんね。本当に。叩いてるやつなんかもうルサンチマンなんだよ、本当に。性格こじらせた。言うこと聞くわけねえじゃんな。男男。気持ち悪い、叩くやつほどまともなやつはいない。まあ、まともなやついないね。エクスパンドなんか全然可愛い方だよ。で、本人がまともだと思ってるから厄介なんだよ、こういうのって。これプライベートで何件も毎日毎日送られてきてみな。
もうそりゃ頭おかしくなるよ。ブロック入れたくもなるよ。だからさ、時系列的にはみんないきなりブロックし始めたとか、いきなり減らったとか、いきなり発狂してるように見えるかもしれないけど、もうこういう見えないぐじぐじしたやつとか、そう。いや、自分がしてることが正解だじゃなくて、正義でやってるんだよ。そこが立ち悪いの。要は、彼らは、良かれと思ってやってんのよ。要は、俺からするとうざいわけじゃん。本当にうざいわけじゃん。だからスルーしてるんだけど、それをこっちはこんなによくしてやってるのに、なんてひどいやつなんだっていう正義感っていうのかな、歪んでる。だって、これをさっきの文面見てさ、うわってなったでしょ、みんなは。うわ、気持ち悪いってなるじゃん。ならない？やられたら自分が。もうストーカーされてんのと一緒なんだよ、俺からすると。いや、求めてないよって。でもそれを言っても、正論ぶってっていうかさ、じゃあ文面読む？文面。いきなりだよ。俺、お願いもしてないんだよ。何のお願いもしてないのに、いきなりだよ。夜中に失礼します。まず、去年は本気のディスして申し訳ありません。ここまでいいじゃん。今年は米しかしないのでご安心ください。あと、ブロック解除ありがとうございます。捨て頃までどれくらいあるかわかりませんが、コンビネーションとフックを無料で教えることは可能ですって。勝手にいきなりもう無料で教えることは可能ですっていきなり言い始めてんのよ。もう求めてないでしょ？で、超基本的な条件を約束してもらえればですが。で、いきなり、1、誰にも僕の姿特徴を言わない。2、僕の姿や声を録音、録画、写真撮影、放送しない。3、時間の無駄になるので言い訳をしない。4、僕を敵視しない。5、試合以外で格闘術を使わない。これだけです。みやびくんは好きな方ですが、和道さんが試合で完封勝利したら面白いだろうなと思います。日高さんに見限られたでしょとか言って、勝手に書いてんのよ。なんか察しました。体育会系は切れやすいので、僕は物書きになるために他人の正体を知られるわけにはいきません。和道さん、落ち目だから投げやりになってるかもしれませんが、自信がつけばもっと確かな人が味方してくれますよ。今は勝ち続けることが肝心です。どんなことでもいいから正しいことで勝ってください。で、勝手になんかそれ無視してたら、ボクシングの左右の割合はジャブ側の手が7割、ストレート側が3割、離れて右を多用すると相手が距離を暗記して怖さが消えるのです。ワンツーが打てるのは相手に左が深く入った瞬間だけです。その瞬間を見ながら、もうすごいでしょ。なんか勝手に条件出して、勝手に謝って、勝手にアンチになって、もうだから、もう勝手にやってんのよ、一人で。もう無理だってなるでしょ。俺が少なくとも、あきえ、頼むよ、よろしくね、教えてとか言うならわかるよ。めちゃめちゃ上からでしょ。で、これを無視してたら、今度は映画の金がどうこうっつって全部説明しても、いや、お前が悪いみたいな。なんだ？病気だよ。病気。読む気なくすでしょ。俺、序盤で読む気なくしてるもん。いや、こんなん、明恵は今たまたま言ったけど、こんなんザラだかんね。こんなんザラだよ。だから、アンチコメントとかまともにしてるやつは頭おかしい。こんなのばっかりだから。ほんとに。こんなのばっかり。セフィゾーとかもこんなんだから。セフィゾーの文面見る？じゃあ、今度。いや、引くぜ、ほんと。いや、笑えないよ、ほんとに。笑えない、笑えない。みんなからすると面白いかもしんないけど、俺、毎日こんな対応してんだよ。ただで。セフィゾーのやつどうなんだっけ？セフィゾーのやつなんか腹立ったもんな。ちょ、待ってね。あ、セフィゾーブロックしたんだ。残ってねえわ。ブロックしてから残んねえんだよ。いや、もう気持ち悪いよな、本当に。あ、もう病院行ってくれって本当に思うもん。
お前が必要なの配信じゃなくて病院。いや、もうだからひたすらスルーだよ。これ1ヶ月ぐらい前の話だよ。なんでこういうの集まってくるんだろうな。だからこういうのをネットではね、クソバイスっていうの。クソみてえなアドバイス、求めてもないのに勝手にアドバイスしてくれるやつってクソバイスって呼ばれてんのね。まさにクソバイスでしょ。俺あれに「いつもありがとね」っていう神対応できないもん。いつも応援してくれてありがとねって言わないといけないんでしょ。そう、クソバイス。アドバイス、クソみたいなアドバイスのことをクソバイスっていうの。あんなのに俺、ありがとね。いつも応援ありがとねっていうの。バカバカしいよ。無理だよ。ごめん、無理だよ、俺。俺、アイドルじゃねえもん。いや、だから AKB とかもうやむと思うよ。気持ち悪いオタクに、イケメンだったらいいよ。クソみたいな気持ち悪いオタクたちに囲われるんだよ。握手会とかアルコール裏にあるらしいね。もう下でずっとアルコールで手ボロボロらしいね。もう気持ち悪くて。そりゃアイドルはやむわな。破天荒になるよな、アイドルやめたらな。ストレス溜まりまくってて。なんか年齢の問題なのか何なのかね、マウント取りたいやつが集まってくるんだよね。なんか知んないけど、実力ある人だったらいいよ。っていうかね、俺がわからないのが、自分が知らないこととか自分が体験してないことをなんで人にアドバイスできるのかがわかんないの。ネット多くない？そういう人。自分はやったことありません、自分は体験もしたことありません、でも僕はずっとネットを見てきてるのでプロ級ですっていう感覚なんだろうね。もうそれはすぐわかる。リスナーに質問したら答えらんないから。そう。体験を語れないやつがネットで読んだ知識で頭パンパンになってんのよ。いつも言うのが、その AV 女優でオナニーした数は大体女の数に入れないじゃん、普通は。だけど、ネットの人っていうのは、可愛い AV 女優でオナニーした数を、俺はいい女と何人も抱いてきたって言うんだよ。実社会でもいんの？こんなの。やばいよね。やばい。もう付き合ってらんないもん、俺。もうだからネットやっててね、すぐわかる。本物と偽物の差が激しいから。なんか別に素直に言えばいいのにね。いや、やったことないとかさ。で、やったことあんのって普通に聞いたら怒るんだよね。関係あんのかよ、みたいな。いや、あるでしょ。いや、あるでしょ。なんで間違ったことを人に、だからね、ネットが全てなんだよ、彼らは。もうネットが全てなの。インターネットが現実なんだよ。だから統合失調症なんだよね。ストレス溜まるよ。花火ありがとう。ペコペコランド花火ありがとう。いやー、やむよ。やむ。本当にやむ。どうすりゃいいんだろうね。もう未だに折り合いつかないやもんな。どうやってこいつらと共存していくのかとか。全然折り合いがつかない。
全然折り合いがつかない。何なんだろうね。意味が分かんないじゃん。意味が。まあだからかわいそうな人なんだろうけど、かわいそうな人なんだろうけど、できれば助けてあげたいよ、俺も。できれば。だけど、そこはもう無理なのかなっていう。助けてあげたいけど無理だよね。残念ながら。いいね、ありがとう。だから テシテシさんがさ、テシテシさんすっごい体鍛えてて、ものすごいボディをしてるわけじゃん。でも、日高さんの練習見たでしょ？みんな。日高さんのやつ。あれ見て分かったでしょ？そう、2分2ラウンド戦うの、こんなに体鍛えてる人でもあんなスタミナ上がるんだっていうのがさ。だから実際多分なんだけど、テシリスさん格闘技経験なくて、多分なんだけど、俺とか見たら余裕じゃんって思うはずなの。スタミナねえな、こいつ、みたいな。でもね、見てるのとやるの全然違うよ、なんでも。俺、テシさんわかるもん。きついだろうな、っていうの。それは、日高さんの練習行ってるから。あれだけ体鍛えてる人でも息上がるんだよ。ネットの闇は深いよ。家電芸人のテレビ見て店で語って教えてる？教えてやってる感満載の人怖い。
バカありがとう。生活費はね、今月すげえもらってるね。20万あったら全然いけるから、俺は。なんかね、ファンタスティック花火投げてくれたりとか、招き猫投げてくれたりとか、結構全体的に花火上がってんだよね、今月。なんかすげえよくしてもらってるよ。20万あれば別に全然贅沢できるから、俺は。余裕。なんか生活費を豊かにしたいとかないもん。何年もコンビニ飯だし。全然ありがたいよね。もうだから、生活費20万貯まったら、全部映画用の PC に回す。で、1ヶ月に1回お金下ろして、キャスの分も全部映画の方に回そうと思ってる、ストックしてる分は。お茶爆の分。お茶爆のお金も結構溜まってるから、まだ引き出してないの、1回も。2ヶ月分ぐらい溜まってるから。だからそしたら引き出したよ、つってドーンってやろうと思ってて。あとスポンサーさんからの10万円もまだストックあるし。だからね、わかるんだよ。映画を叩いてるやつは映画なんて撮ったことないし、映画に関わったことない。ボクシング叩いてるやつはボクシングなんかやったことないし、そもそも好きじゃない。写真を叩いてるやつは写真なんか下手なんだよ。何がしたいのかっていうのは分かってん。成功した時に俺はこんなにやって、俺がここまで育ててやったっていう心理なのよ。俺が教えてやったんだって言いたいの。だ、今川とかいうやつたまに来んじゃん、YouTuber の。あいつ、カメラを買うきっかけは、和道が映像を撮りたいって言ってるの、俺のおかげだって言ってるんだよ、自白で。びっくりするでしょ。全く今川とか関係ないじゃん。写真教えてやったのは俺だとか、自分のリスナーにマウント取ってんだよ、あいつ。びっくりしたもん、それ見たとき。ロムって見てたら、今川が、いや、和道監督っているだろうって。あいつに、アルファセブン買えって言ったの俺なんだよとか、映画撮れって言ったの俺なんだよとか、平気で嘘ついてて、マジかとか思って。お前ただのリスナーじゃんみたいな。むしろうざったいぐらいじゃんみたいな。嘘だろと思って。病気だよね、本当に。ビビったもん。さすがにビビった。マジだよ。もう本当にただただ病気なの。引くよな、本当に。
ネットは闇が深いよ。なね、うまく、もうこれほんとみんな覚えといた方がいいよ。人生がうまくいってたり、何かがうまくいってる人で人を叩く人っていないから。絶対覚えといた方がいい。うまくいってる人で叩くやつを見たことがない。何かしらの問題を抱えてる人だから。人のことを叩いたりする人ってもう昔からだよ。ネットのその率の高さよ。仕事なのか人間関係なのか何なのか分かんないけど。何かしらの問題を抱えてる人だと思った方がいいよ。あってなるよね。助けてって言えない病気だからあれ。応援できない病気なんだよ。はい、いってらっしゃい。なんかうまいこといかねえかな。あ、これ？
これは配信するとき便利だよ。台っていうか、クリップだね。こういうやつだね。これ？机とかにクランプっていうんだ、クランプかな？こうやって挟み込む。こうガチって挟み込んで、いろんなところに。こう、ネジでこうやってやって。挟み込んで、クリップする。これはいいね。業務用機材をこう、こうやってね、こうやって挟み込んでネジ回すと挟み込めるから。いいよ。ポールとかにもこうやってネジ回したらいいかんね。また手放し放送できるし、閲覧できるし。これはスマホだけじゃなくて、スマホっていうか、まあ、ここにパソコンもあるけど、何を組み込むかだね。見えねえか。こういうふうに。PC ケース、その、まあ、カメラにもつけられるし、その上の部分をどう、何に使うかな。こういう、その、こういうパソコンを置くカメラの機材に、このポール、にも変えられる。好きに自分で自由に作れるよ。スマホだけっていうよりも、俺はパソコンもここに置いて、ここにネジをこうやってしまってるけど、下に。スマホだけっていうか、その、全部別パーツなの。だからスマホをつけるホルダーをつけてるって感じかな。カメラ用機材に。今のは Mac だね。3つパーツを組み込んでて、これはもともと、これがクランプだっけな、クランプだっけ、クランクだかクランプだかって言って、ここに照明をつけるのが本当の使い方なの。照明。ここにライトをつけるのね。で、あとその角度が自由にできる、こいつが雲台っていうの。これが雲台。これで角度を自由に変えられるの。これ。で、これがスマホホルダー。これはまあ見たことあるでしょ。これみんな持ってるでしょ。この3つを組み合わせてるだけ。だからこの先をパソコンの台に変えたらパソコンになるし、雲台つけたら360度、どこの角度でもいけるようになるし、とか。何でも変えられるよ。機械は詳しくないかな、別に。で、この3つを組み合わせたらこうなるっていう。ここにスマホを挟むっていう。こういう感じ。本が好きなの？
作りたい、映像が作りたい、映像が作りたい。本っていうか漫画だね、俺は漫画が好きだね。あ、なんかダメだ、気が重くなっちゃった。散歩してこようかな、風呂入って。だからそのネットやってて思うのが、一人、たった一人、本人は何の気ない悪意かもしんないけど、それも100とか1000とかいくと気づかれするっていうのが多分リスナーには分かんないんだろうね。なんかあんまり伝わらない部分なんだろうなっていう、そのなんていうのかな、100人ぐらいにぐち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 言われたらやむじゃん。でもリスナーさんからすると1人しか見てないじゃん、配信者。なんでこんな些細なことで切れてんのみたいになるんだろうね。体感にズレがあるんだよ。だからその配信者じゃない人が俺とコラボすると間違いなく言うことがあって、疲れるっていう、30分が異常に長いっていう、疲れますっていう、精神的な疲れが半端じゃないっていう、気づかれがすごい、よくこんな8時間もやってますねみたいな。だから実はその大手配信者って4時間とかで切るもんね、一枠で。でもっとスピーディーにやる人とかは2時間とかでサクッとねやめるもんね。だから俺稼げる人が早めに撤退するもん、もう今日休もうって。たまにぶっ倒れるけど、ロングで10時間以上毎日やる人とか多分まれだと思うよ。本当の本当言うと一枠4時間1日やって済むんだったら俺はそれを選びたいね。閲覧も集約させて、トークも集約させて、アイテムも集約させて済むんだったら1日4時間だけやるっていうのが理想の理想、配信は。それ以外を他の時間に使うっていうのが理想だな。なかなかできてないけど、なんかでも考えねえとな、本当に。ちょっと俺散歩してくるわ、気晴らしに。ごめんね。